白人氏は、韓国の軍人、教育者。本願は水原。号は雲邦。朝鮮戦争開戦時、韓国軍第17連隊長として、加滅半島で防御戦闘を指揮。新川上陸作戦にも、第17連隊長として参加した。兄は、軍人、企業人の白前。1923年、日本統治下の朝鮮半島。 平安南道構成軍構成面で、父、白順小、母、方、高烈の間に生まれる。姉に、白服、兄に、白禅。近在では、比較的裕福な中規模地主の家系であったが、父が死亡すると一家は困窮し、母と子供三人で、平安に移り住んだ。母と姉が働くことで、家系は安定し、白禅と、 シラには進学することができた。ピョンヤン中学を卒業後、父が卒業した、明治大学経済学部に進学。学徒出陣して、陸軍将位。岐阜陸軍航空整備学校に勤務中、終戦。ピョンヤンに復員したが、仕事はなく、満州国軍中尉だった兄と共に、親戚のつてで、民族派指導者の相番職の平安道人民、政治委員会で働き始めた。 兄の白前は事務所の受付で、シラには警護担当だったという。ソ連の後押しで、金日成らのパルチザン派が権力を掌握し始めると、赤衛隊が総番職の警備隊を解散させた。警備隊の隊長だったシラには赤衛隊に目をつけられ、共産主義体制下で身の危険を感じていた、丁一県と共に難かした。丁一県と共に、 韓国軍の前身である南朝鮮国防警備隊に入隊1946年1月22日付にて軍事英語学校を卒業軍番123番認証医任官後第1連隊勤務の後第4連隊リ中隊長1947年3月第4連隊第2大隊長認証差 1948年5月5日、陸軍内に航空部隊が創設され、初代部隊長に就任。しかし空軍創設要員として配属された、蔡陽徳、金定列、張徳将、李英茂僕藩州、李根関、金英官が、経歴や年齢において、自分とは比較にならないほどの大先輩だと知り、就任からわずか数週間で、部隊長を辞退してしまった。 1948年8月、第12連隊副連隊長。1948年10月19日からの冷水、順天事件には、第12連隊、第2大隊、第3大隊を率いて出動した。1948年11月20日、新設の第17連隊初代連隊長。1949年11月15日、 国境紛争の頻発していた加熱半島に移住。後に大佐。1950年3月より第17連隊は加熱地区を警備する陸軍本部直轄の独立した連隊戦闘団となった。ソウル北西の加熱半島は地形的には北から南に伸び、半島付け根の部分に38度線が横切っていたため、韓国側にとって 加滅地区が島のような飛び地になっており、新川から海路で連絡するには10ノットの LST で6時間かかった。第17連隊は、不評3個大隊、砲兵1個大隊を機関に 42km の警備照明を担当していた。第17連隊では開戦直前の1950年6月22日、頃より、国境線の北朝鮮軍の輸送が活発になり、 相当な準備をしている状況を把握、陸軍本部に報告するとともに、第一線部隊に警戒令が発令されていた。6月23日も同様で、6月24日には大規模な不法侵入だと判断した。加熱地区の当初計画では、敵の大規模攻撃の際には直ちに二川に撤退することになっていたが、アメリカ軍顧問は楽観的で、 敵の攻撃が開始される前の撤退はできるものでもなく、結果撤退の時期を逸していた。1950年6月25日早朝、2700名余りの第17連隊に対し、北朝鮮軍第14連隊及び38警備、第3旅団は戦車8両をよす計1万名で攻撃を開始。第17連隊は、北朝鮮軍土地の過密と呼ばれる、 激しい戦闘を行った。連隊に5名いたアメリカ軍顧問は午前9時頃より連絡機により順次脱出。その後、陸軍本部より撤退命令が下り、6月26日昼頃、第17連隊は LST2 隻と小型客船2隻により撤収した。白と部下2名は加滅に残り、遺きした自軍の車両や砲などの破壊を行った。自身は、 太平洋で玉砕した日本軍将兵に習い自決をしようとしたが部下に説得され思いとどまり会場に脱出。海軍の苦戦艇に救出された。6月28日、第17連隊は大田で再編成された。7月3日、カラス山の戦いで第24不評師団のスミス死体への堂々していた際にアメリカ軍機の誤爆を受け、 右足に重傷を追い抗争された。退院すると8月7日、近赤原の後を受け首都師団長。富山共闘補の戦いでは東部戦線の防御を担当し、固形、暗行の戦いで北朝鮮軍第12師団に壊滅的打撃を与えた。この戦闘で白師団長は敵の迫撃砲で左手を負傷したが多数の装備を六角して、 海戦以来の戦果を挙げた。二川上陸作戦が近づくと、韓国軍が上陸部隊に参加することになったが、アメリカ軍から付けられた条件が、最も勇気がある指揮官で、韓国軍はこの任に、シラニと新元ン,ン,ンを選んだ。シロは9月2日に、富山に戻され、激戦で疲弊しきった第17連隊の再建を命じられた。第17連隊はアメリカ第10軍団の指揮下。 二川に上陸しソウル奪還に参加。九月二十七日、ソウルに入場して、韓国軍としての一番乗りを果たした。来訪したアーモンド軍団長とバーシ団長が白に、銀星章を、将兵十二名に、同星章を授け、李正万大統領が白に、対局武功勲章を、部隊に賞状を与えて、功績を称えた。1950年10月24日、 陸軍本部情報局長兼特務部長、任順省。1951年、チェジュ島の第一訓練所長、任章省。1952年1月10日、第二軍団が再編成されると、霊下の第六師団長。1952年6月、中共軍の活動が活発になり、構成の兆候が見られた。しかし、中共軍の行動は、 夜か雨の日に限られ、通信は優先であったので情報源は捕虜に限られていた。そのため、第8軍は前線の16個師団に対して捕虜を獲得せよ。数と捕まえるごとに100万ウォンの賞金を与えるという異例の命令を果たつした。しかし捕虜を捕らえるのに犠牲を払ったり、逆に中共軍の捕虜になることが多く困難であった。白師団長は、 白軍団長に、保与獲得の攻撃計画を受信した。軍団長の認可を受けた白師団長は、第二連隊の第二中隊、第七中隊と混成中隊及び、偵察中隊を選んで2週間、実弾での演習を10回実施した。作戦構想は夜間に、密かに、敵陣近くに忍び寄り、行案の頃に突撃を開始。混成中隊は、 金城南東側の小部山に対し、第2、第7中隊は AB コーチと名付けた金城東のコーチに正面から突撃すると同時に、両コーチの中間の谷から B コーチの背後に回った偵察中隊が攻撃して逃げる敵を捕まえる。そして敵の攻撃が始まったら、あらかじめ準備していた弾幕で捕捉する計画であった。演習は白師団長が自ら指導した。 白軍団長も時々助言していたが、10回目の演習を見ると、これならやれる。第8軍の認可を得るから、この通り実施せよと命令した。6月11日夜に最前線に進出し、12日4時に突撃を開始した。予想に反して敵は頑強に抵抗し、作後も起きたが6時には目標の2つの高地を奪取し、16人の捕虜を得た。 1953年5月9日、アメリカ留学のために待機。1953年6月13日、第15師団長。1953年6月18日、第6師団長。1953年7月27日、朝鮮戦争休戦協定調印。1954年6月、第9師団長。1955年、 アメリカ陸軍大学卒業、任中上、陸軍本部情報参謀副長。1956年4月、第一軍団長。1958年、第六軍団長。1959年2月、陸軍本部管理部長。1960年7月、不正蓄財容疑で部下をかばい、予備役編入。3年間投獄。1965年。 吉人財団を設立。二川で、吉人学園を創建した。1981年、公金横領の疑いで逮捕される。一審で、懲役5年、控訴審で、懲役3年、執行猶予4年の判決が下された。2013年12月14日、老衰により死去。対局武功勲章授与者のため陸軍総の対象で、あるが、医師により、 家族葬で行われた。また遺体も、国立墓地ではなく、天安市の公園墓地に埋葬される。佐々木春高の朝鮮戦争では1922年としている。満州国軍出身、後に、韓国陸軍参謀総長、大韓民国国会議長。1945年12月5日に、アメリカ軍との連絡調整のため開港1949年5月頃より、 加熱半島では北朝鮮軍との国境紛争が頻発するようになっていた。ありがとうございます。